どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と、今日一緒にやってくれるのはフレンチブルドッグの麦ちゃんです。はい、というわけで、麦と一緒にやっていきたいと思います。こう見えて結構甘えん坊さんで可愛いんですよ。はい、というわけで、一つ目の質問ですね。はい、いいペットショップとそうでないペットショップの見合い方はございますか。ズバリ来ましたね、答えにくいところが。先日ペットショップに行った際に、ヨークシャテリアの子が、毛が濡れていたような状態で、まあいる子が、いましたとね。で、別の店では以前ね、トイプードルの、右耳の付け根周辺が、毛が抜けてたのかな、見かけましたとね。これからワンちゃんと暮らしたいと思っているので、どんな風にね、しつけをしていったらということも、まあ考えていきたいということですね。いつもね、しつけとかの話を参考にしてもらってみたいですね。ありがとうございます。はい、というわけで、いいペットショップとそうでないペットショップの見分け方、はい、見分ける、まあこれ多分ね、一番のね、自分の置いてる基準って、多分これペットショップに限ったことではないんですけど、一番がね、自分の場合はね、店員さんのね、接客を見ちゃうかなっていうのが、まあ表面上ね、やっぱり作ろうのって、それはもう皆さんお仕事でやってる人たちはね、やっぱりそうなんですよね。ただやっぱりね、自分もね、ちょっとね、ワンちゃんに対しての扱いがどうなのかなって思ってるところっていうのは、やっぱり、なんだろう、その働いてるスタッフさんが悪いっていうことじゃなくって、やっぱり自分たちと思った仕事じゃなかったっていうところがあるのかな。なんかちょっとピリッとした空気があるような気がするのと、プレッシャー側じゃないけどね、なんかそういうのがちょっと感じ取れることが多いのかな。あとは基本的には、まあ中見てると、まあ、もちろんね、店員さん、スタッフさんもね、こまめに見てても、うんちやおしっこに関してで言うと、まあなかなかね、回数の多い子がいるから、まあ中で言うと、なんかこう濡れちゃってる子がいるから、そこの管理が悪いとかっていうよりは、まあなんだろう、そういう、なんだろう、うんちとかね、やっぱり踏んじゃったりする子も出てきたりはするから、拭いてあげたりとかがね、こまめにできてたりとか、まああとはその、なんだろう、その、まあ、やっぱ排泄の処理とかもね、早めにちゃんと処置できるといいのかなっていうところで、こまめにね、見てくれてたりとか、店員さんが常についててよく見てくれてるところは、まあ個人的にはいいんじゃないのかなと思いますね。あとは、ドッグフードとかもそうなんですけどね、やっぱり親切に細かく教えてくれるところもあれば、まあ、結構軽く流されちゃったりするところもあって、で結構ね、商品説明が曖昧だったりとか、やっぱり適当って言ったら悪いんですけど、やっぱそういうところっていうのは、まあ比較的見てるとね、やっぱフードとかそういうものに対しての興味関心の薄いところっていうのは、やっぱりこれ人だからしょうがないのかな、なんかそういうペットに関してもちょっと関心は薄くなってきちゃうのかなっていう気はしますね。ただやっぱりワンちゃんね、買ってくるときに、まあこれからね、特にしつけとかね、あとはやっぱりそのワンちゃんのことでってなってくると、まあいろんなお店でね、どこで買ったらいいですかっていうことももちろん多いんですけど、まあ、ペットショップでもちろん買うのも一つだし、ブリーダーさんのところから直接迎え入れるっていうことも実はできたりするんですよね。で、あとはね、まあ耳の毛が抜けてたりとかっていうのは、まあそれは入って、その、なんだろう、ペットショップでなっちゃったのか、もしくはね、大体がその、なんだろう、来る経由っていうか、外からもう持ってきちゃってることもあるのかなとは思いますね。ただ、まあ今はね、結構綺麗なペットショップっていうか、もうなんかこうちゃんと管理されてるところが結構多いのかなっていう印象が正直なところですかね。ぜひね、ワンちゃんこれから飼おうかなって思ってる方は、まず飼う場所もものすごく大事ですし、あとはその迎え入れる時にね、その子の犬種や性格もよく考えてもらえるといいのかなと思いますね。しつけとかもね、今参考にしてやっていただいてるっていうことで、すごいありがたいですね。本当に最初にね、しつけトレーニング少し大変でも、しっかりやっていくと後々すごい楽になってくると思いますね。一緒の楽しい生活をするためには、最初の1年子犬の時に頑張ってあげると、その後が非常に楽になってくるので、まあ、そういう生活を送れるようにしていただけるといいのかなと思います、ね、ぜひね、ペットショップさん、いろいろ品揃えの多いところもあったりとか、最近変わった商品もたくさんあって面白いところではあるので、ぜひね、皆さんもいろんなペットショップ見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、今日も話していきたいと思います。今日はね、お散歩のマナーについて少し話してみようかな。行く時にね、袋を持ってかない人、もちろんいないっすよね。
ですよね。ごめんなさいね。そう、うんちした時にもちろんね、取ったりっていうことももちろん大事にはなってくるし、まあ自分たちの場合はね、うんち取ったりとか、あとはマーキングじゃないけどおしっこしたところを、まあ水でちょっと流したりっていうことをお散歩中とかはしたりするかな、基本的には。はい。ね。まあ、それはもちろんいいんだけども、まあ、特にね、自分の場合どうしても目がいっちゃうのが、これ本当に言いにくいんだけど、ノーリード。リード外しちゃうってやつですね。ワンちゃんはやっぱリードしてあげないとね、離しちゃうとノーリードになっちゃうからね。あ、ごめんなさいね。はい。というわけで、やっぱリードをね、外しちゃうっていうのもね、もちろん公園を利用してる方って、自分たちみたいにワンちゃん好きな方ばっかりではありませんね。で、自分ももちろん、ワンちゃんもちろん話したりはしないし、でも、見てるとね、別にトレーニングをした人が話していいとかっていう話じゃないですよ。ただ、絶対にね、このワンちゃん話しちゃダメだろうっていう人に限って本当にやってることが多いかな。で、危険性としては、例えば、もしね、うちの子は何もしません、フレンドリーですって言っても、他のワンちゃんに近づいてった時に、相手のワンちゃんもね、大丈夫とは限らないんですよ。やっぱり自分の子の身の安全を守ってあげるためには、まあ、リードをつけてってあげることっていうのももちろん大事にはなってはくるし、あとやっぱり花火だったりとか、あとは地震だったりとか、急に大きい音、もしくは何か大きな変化があった時にパニックを起こして逃げてしまったりすると、まあ、交通事故に遭っちゃいました。帰ってきません。で、帰ってきませんの場合も大体どっかで死んじゃってることが多いんですよね。ってなってくると、まあ最終的に、言い方悪いですけど、やっぱ犬につけが回ってきちゃうっていうところになってくるんですよね。で、もちろんね、どこまでトレーニングを入れて自分たちもやってても、やっぱりそういうことがゼロかって言われると、やっぱり自分たちが特にね、そういうのを教え込んだ子たちでも、もちろんやっぱり難しいことは難しいんですよ。ね。まあ、それ以前にね、やっぱりみんなで使う場所だからっていうところはもちろんあったりはするんですけど、まあ、本当にね、その場所の利用の仕方だけは気をつけないといけないのかなっていうのはやっぱり強いですね。特にやっぱりボール遊びとかをね、したい時に話す方が多いのかな。まあ、話聞いてるとね、よくね、田んぼ道で広いところに出たら話してとか、まあ、あとはグラウンドでボール遊びしてみたいなところもあったりはするんですけど、まあ、リードつけてないと、もしね、何かやっぱりやっちゃった時に、ワンちゃんのことも守ってあげられなくなっちゃうので、まあ、それだけはね、本当にね、気をつけてほしいなっていうのだと、もう一つね、よくお友達同士で、お友達じゃなくてもそうなのかな、お散歩ね、公園とかでしてた時に、会った時に、多分ね、自分家のワンちゃんはすごく遊びたい子なのかな、きっと。わーって挨拶に来るんですけど、まあ自分もね、特にやっぱり、仕事でやってるから、もうそれこそ何十頭っていうワンちゃんを一日のうちにお散歩に行くわけなんですよね。で、もちろんね、そうなってくるとね、全員大丈夫じゃないんですよ。中にはもちろんダメなワンちゃんもいて、で、自分もね、ダメなワンちゃんの時に相手の人から、あーって近づけてこられて、やっぱドキドキしちゃうんですよね。カニさんも多分そういう思いしたことある人、多分いると思うんですよね。そう、ドキドキしちゃうんですよ。ね。で、まあ、別に絶対近づけちゃダメってことじゃなくて、例えばね、ご挨拶しても平気ですかって一声かけてあげてから近づけていくようにしたりとか、あとやっぱり自分家の子がいくら平気って言っても、結局それが基準ではないんですよね。やっぱ世の中苦手なワンちゃんもたくさんいたりはするので、そこをね、やっぱりお互いに配慮していってあげないと、楽しいお散歩っていうのがなかなか成立しなくなっちゃうのかなと思います。ね。なので、そう、中にはね、本当に、道でばったり会っちゃった時に、あ、どうしようって立ち止まって、おろおろってなった後に、道を変えたりとか、わざわざ遠回りして通ってるのに、なぜかやっぱりワンちゃんに会えた嬉しさで近づけちゃう人もいたりはするんですけど、まあやっぱりね、飼い主さんも心配になっちゃうし、そっとしといてほしいところではあると思うので、まあもちろんね、声かけて、お互い同意の上で遊ばせましたっていうのは、まあ大いに結構っていうか、全然構わないと思うんですよね。ただ全然見ず知らずのワンちゃんにいきなりこんにちはって言って、もう本当に挨拶が先かワンちゃんが行っちゃうのが先かぐらいのペースでわーって来る人も中にはいるので、それだけ気をつけてくれるといいかな。ぜひね、本当お散歩中に会うワンちゃんとか、お散歩してる人に会うじゃないですか。いいコミュニケーションに本当はなるはずなんですよ、本当は。
ただやっぱりそういうところで一つ声かけ一つ配慮をかけちゃうと、やっぱお互いに本当は仲良くなれたところがやっぱ台無しになっちゃったりとか、まあやっぱりね、同じお散歩コースをね、同じく多分近くに住んでる方だったりとか、そこの場所が気に入ってね、多分車で来てお散歩されてる方がほとんどだと思うんですよね。ぜひみんなで楽しく、まあ使えるようにね、お散歩、まあ自分のことだけじゃなくてね、周りのことも考えてあげてね、やっていただけると一番いいのかな。特にワンちゃんにやっぱりしわ寄せがいっちゃうような行動は控えるようにしていただけるといいのかなと思います。ぜひね、あのお散歩みんなで楽しく、やっていただけるといいのかなと。コミュニケーションにもなるしね、声かけ合って歩いてるね、自分も毎日お散歩行ってますけど、皆さんに挨拶したり声かけてもらうことがまあ楽しみだったりはするんですよね。ぜひあの皆さんもそんな風にお散歩は楽しんで行ってみてください。